どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回のクリプトコリネオンリー水槽動画の素材完成動画見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。数回にわたる動画で完璧に下準備が終わり、ついに立ち上げ作業ということで、なんやかんや動画では久しぶりの立ち上げ作業となります。水草が膨大な数になっているため、内容も結構濃くなってると思うので、最後まで楽しんでいただけると幸いです。それでは早速やっていきます。まずは定番の盛り土作業から。ソイル節約&通水性アップのため、あらかじめ仕込んでおいた排水口ネットに詰めた軽石をいくつか置いていきます。ただ、今回は流木をど真ん中にドンと置く、クリプトコリネを主体とした水槽のため、以前立ち上げた山岳レイアウトのように極端に遠近感を出す盛り土をするわけではありません。なんとなく傾斜がつくくらいでいいので、控えめに軽石入りネットは4個にしておきました。続いては重要な低消肥料イニシャルスティックです。クリプトコリネは栄養がたっぷりだと巨大化するとも聞きますが、全くないとさすがに困るので一応散りばめておきます。分量に関してはいつもフィーリングなので当てにしないでください。続いてはこちら、プラチナソイルのノーマルです。こちらは底辺アクアリスト御用達の吸着系ソイルですね。ノーマルは粒が超どでかいのであまり使わないんですが、残ってるので使っておきます。割と底床内の嫌気箇所を減らしてくれそうなので、ちゃんとメンテナンスできるなら有用かもしれません。まあ感覚的な問題ですけど、案外ノーマルは少なかったですね。この時にイニシャルスティックが水槽の前面まで出ていたことに気づき、若干微調整。これが底床内から出てるとかっこ悪いですからね。続いてはこちら、プラチナソイルのパウダー。感覚的にはこのパウダーが他のソイルでいうノーマルくらいの粒の大きさなので、それくらいの粒感をお求めの方は名前に惑わされずパウダーを買いましょう。全然パウダーじゃないんで。続いてはプラチナソイルのスーパーパウダーを入れておきます。とその前にしっかり手でソイルを慣らしておきます。巷にはサンドフラッターという某大大さんがスクレーパーと間違えて使っていたと噂のソイルを慣らすためだけの道具があるようですが、自分はそんなハイカラなものは持っていないので、ワイルドに手で慣らします。たまにハケとかヘラは使えますけどね。このソイル慣らしは粒の違うソイルを使う場合は結構しっかりめにやっておいた方がいいです。綺麗に層のようにしておかないと、後々メンテナンス時に粒のでかいソイルがひょっこり顔を出すこともあるので。と言いつつ、大型特有のガバガバ慣らしでスーパーパウダーを慣らしたらフィニッシュ。ちなみに今回はいつもの栄養系ソイルのアマゾニアは使っていません。どうしようか迷ったんですが、立ち上げ初期の水質が不安定な時期だと溶けやすいクリプトコリネはなかなか難しいのかなと思って、間を取ってイニシャルスティックを底床の一番下に敷きつつ、残りは吸着系にしました。これくらいでも陰性水草なら大丈夫だと信じています。そして流木を置いた状態がこちら。なんか角度が決まらなかったので、流木が斜めになってくれるように下に適当な溶岩石を接着してます。なんとなくこれだけで三角構図っぽくなりますね。このままだと2つの流木くっつけた感ありありですが、いい感じにクリプトコリネが繁茂してくれれば気にならなくなると思います。ちなみにあれやこれや流木を動かしてたら、せっかく慣らしたソイルがぐしゃぐしゃになったのでハケで整えてます。こういうところで繊細さをアピール。続いては今回使用していく水草を植栽するために処理していきたいと思います。ちなみに今までの動画を見ていただいた方ならわかる通り、とんでもない数のクリプトコリネを購入しているため、全てのものを植栽するのは不可能です。ということで今回はペットバルーンで購入したポットのクリプトは抜きにして、組織培養のみで立ち上げます。その方が失敗も少なそうですし。
また、ポットの方は農薬が残っていたようで、入れた水槽のエビの挙動がおかしくなったので、 AI 水槽に入れて農薬が抜けるまで待機してもらうことにしました。映像に映っているのはチャームで購入したクリプトコリネヌーリーです。意外と細場で繊細な感じがします。今のところ色味も茶色と緑が混ざっててかっこいいです。カップ一つでこれだけの量ですから、植栽作業は思いやられます。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティーブラウン。こちらもチャームの組織培養です。こちらはすでにクリプトっぽい葉をしてますね。茶色で葉も若干ギザギザしててかっこいいです。水中ではどんな風になるのか楽しみですね。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティーミオヤ。こちらもめちゃくちゃみっちり入ってますね。株がどれくらいあるか数えられないほどです。普通に考えてこれが1000円で買えるんだから、やっぱ組織培養水草ってコスパ最強ですね。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティートロピカ。こちらはトロピカ社が改良した品種のクリプトですね。どうやら強犬種のようで育てやすいと評判です。この茶色っぽくてギザギザの葉がたまらん。続いてはこちら、クリプトコリネペッチ。こちらは割と細葉タイプで、真ん中あたりが若干茶色ですが、全体的には明るい緑色といった感じ。クリプトは環境によって色が変化するようなので、この段階ではまだこの色のまま成長するかは分かりませんね。続いてはこちら、クリプトコリネルーケンス。こちらは前回の動画でも紹介した前景から中景に植栽できる小型のクリプトです。以前のものは ADA の組織培養で、こちらはチャームで購入したものですね。同じルーケンスという種類ですが、見た感じ ADA のものと全然違います。 ADA とどういった違いが出てくるのか楽しみです。続いてはこちら、クリプトコリネアクセルロディ。ここから ADA のクリプトになってきます。店頭で購入したんですが、このカップは若干状態がよろしくないです。見てもらったらわかる通り、元気な葉も結構あるんですが、周りにはドロドロに溶けた葉も散見されます。どうしても見つからなくてしぶしぶ買いましたが、無事に育ってくれるでしょうか。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティーグリーン月光。こちらは割と状態がいいですね。ただそこまで育ってる感じはなく、葉も小型です。なんか斑が入っているような感じで個人的には好き。続いてはこちら、クリプトコリネパルパ。こちらはクリプトコリネ唯一の前景草枠です。株数もそこまでなく貴重なので、枯らさずにしっかり育てていきたい種類。果たしてこれは増えるのでしょうか。続いてはこちら、クリプトコリネルーケンス。これは先ほどお見せしたチャームのものと同じ品種ですね。ただチャームのものとは葉の形が似ても似つかぬ感じで、マジで同じ種類なのか疑いたくなるくらいです。正直メーカーによって元にしている水草が違うため、こういった違いが出るのは仕方ないんでしょうけど、コレクターとしては悩ましいところですよね。同じ種類でもメーカーごとに買い揃えないと気が済まなくなりそう。最後はこちら、クリプトコリネ柴田サニー。こちらは1メートル近くになる超長いクリプトです。これを植栽することで水の流れる向きを演出し、三角構図を引き立たせることができるんじゃないかと知ったような口ぶりで講釈を垂れてみます。ちなみに状態は良くも悪くもないといったところ。そして最後に一つだけ組織培養ではないクリプトも植栽します。それがこちら、クリプトコリネトン記念室。前回30センチキューブ水槽で根こそぎ収穫したクリプトですね。こちらのクリプトは先ほど紹介した柴田サニーのように細く長く伸びるテープ状のクリプトで、後継に使えると思って採用。本当は組織培養のみにして変な苔や菌を持ち込みたくないと思っていたんですが、さすがにこれを使わない手はないということで使います。こんな感じで1カップの組織培養からこんなにも取ることができました。なんとなく選んだクリプトでしたが、今では結構気に入っています。綺麗な緑ではなく若干くすんだ色は、後景から中景の境目を自然に隠してくれそうです。
だいたい40センチくらいの長さになるようですが、自分の家のトン記念室は20センチちょいくらいなんで、いい感じに柴田サニーのスカスカ具合を隠してくれる気がします。というわけで役者が出揃いました。この後組織培養の培地を洗い流し、株分けをすべてのクリプトに対して行ったのですが、あまりにも大変な作業で、撮影してももはやお見せできる尺に収まることはないので撮影しておりません。結局培地を取り除いて株分けをした段階で時間が来てしまい、下処理をした状態で翌日に持ち越しとなりました。この動画もだいぶ尺が伸びてしまったので、ここら辺で終了したいと思います。次回は植栽から注水を行っていく予定なので楽しみにしててください。果たしてクリプトオンリー水槽はうまくいくのでしょうか。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。